はい、皆さんこんにちは、熊谷康政です。このチャンネルではジャズレジェンドのアドリブフレーズを細切れにして、僕なりの解釈でシェアするというクソマニアック YouTube チャンネルでございます。はい、今日でケニカーグランドのこのブラックナイルのニコラス目は今日で終わりになりますが、どうですか皆さん、手応えは感じてるでしょうか。僕は昨日仕事ソロピアノだったんですけど、結構ぶっ込んでみましたけど、なかなかいい感じになってきたんじゃないかなと思っております。で今日は2-5ですね。 Cm7 F7 って2拍で Bb メジャーって4拍分2小節分の2-5ですけど、これ以前にやった、ミスター JC の時に Cm7 でこれに似た感じのやつが1回あったんですよ。ケニカーグランドを象徴するようなフレーズでもあるんで、まあ、ちょいちょい出てくると思うんですけど、それを言ってみたいと思います。それではみんな行くぞー。はい、ということでケニカーグランドのブラックナイルですけど、今日で2コーラス目は一応終わりになるんですけど、まあ6コーラスあるんでね、まだまだこの地獄は続きます。こういうね、これが前回で、そのまま続いて Cm7、 これが今日のやつですね。 Cm7 F7、 あ、違う、こうですね。で Bb Mj7という、で前回あのミスター JC、 この曲ですね。ちょっとテーマ弾けないんですけどね、でこういうのあったんですよ。なんだっけな、忘れちゃったけどみたいな Cm ですね。これが Cm の11から完全4度で、でこれ同じ完全4度みたいのがあって、今回も、ま、もうほぼ一緒ですね。 Cm7、4度から完全4度同じなんですよこれ。ただ F7 のとこにハーマるようになっております。これですね、この部分、これが F7 で言うと 1-4-7-3 になってるんで、 7th と 3th、 トライトーンですね。結構よくできてますねこれね。で、Bb メジャーはこれは F メジャー弾いてますね。 FCAF で、まあ、Bb メジャー上の5-9th、メジャー7、5度なんで、まあ、割と落ち着いた感じの、音程を使っておりますね。で、で、6-7-1。なんともシンプルなフレーズですね。これ続けると、まあ、2-5の、とこで使えますね。どんな曲でもいいんですけど、これを練習するのにめちゃめちゃいい曲を今僕は発見してしまいました。Have You Met Miss Jones のサビですね。ここでサビいきますね。ここから A フラットですね、完全な。ですけど、まあ練習にはなるんで、まあ1回ぐらいこのどっかの1回で使ってもいいんじゃないですか。こんなぐらいのだったら全然ありっすね。いいと思いますよ僕は。といったところで、今日お開きにしようかなと思ってる次第でございます。さあ皆さん、最近
ちょびちょび登録者増えてきてありがたく思っております。これからも頑張るんで応援してね。チャンネル登録よろしく。さよなら。